チャオ、まひろです。狼続きからやっていきたいと思います。で、今最上階だね。お、簡易セーブがあるな。ラスボスなんかね。アマコ、感じねえか？静かだが、生温かくて居心地の悪いこの雰囲気。やろう、間違いなくどこかでオイラたちを見てやがら。向こうはやる気満々だぜ。どうする、アマコ？もちろん、大丈夫。だよな。オイラも早く暴れたくてうずうずしてんだい。えぎつね野郎、思い知らせてやら。いや、でもさ、ほら、一寸の過去とかもよくわかってないしな。いや、どうなんだろうね。なんかここで終わりでもない気がする。いやー、倒せっかなー。強そうだなー。さーて、ついに城のてっぺんまで追い詰めたぜ。出てこい、ネギツネ野郎。どこに隠れやがった？卑弥呼姉の敵、この一寸様が取ってやるぜ。どこにいるんだ？なんだなんだ？ああ、なんだこれ。え？月？色おかしいよね。雲が晴れて、こんなに容器が立ち込めてるところで、まさか。え、どういうこと？なんで現れんのこれ。え、なにこれ。あれ？違う。あ、はいはいはい。ここと、ここと、ここと、ここかな？なんかドーンって言ってる。これ呼び出しちゃいけないやつじゃない？いや、急火でしょ。いや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 、え？ほら、キュービー。クカカ。血眼になって駆けずり回り、ドブネズミのように我が城、鬼ヶ島へ忍び込んだか、アマテラス。このキュービー、闇の国の君主、常闇のスメラギより力を授かり。常闇のスメラギ？陽島原の領主を仰せつかった。わざわざここまで来なくとも、貴様のような邪魔者、いずれ人間者とも食い殺してやった者を。あの女王卑弥呼のようにな。闇の国？常闇のスメラギ？そうそうそう、何それ。そりゃ一体何のことだい。大体、漁師マハラの漁師なんて、オイラは許した覚えはねえ。常闇のスメラギ、それは、我ら妖魔の絶対的主君。あ、やっぱまだ上がいるんだね。じゃあこれで終わりじゃないかな。この世に二つとありえぬ、古今どっぽの闇の象徴なのだ。カビの生えた昔話にすがって神を称える野良畜生とは訳が違うわ。二層に化けたり、こんなまがいものの舞台を用意したり。嘘っぱちのイカサマ野郎はてめえの方じゃねえか。
今度こそてめえの化けの皮ひっぺがしてやるぜ。かか、果たしてどちらが本物かな。いや、こいつがさ、背中に背負ってんの神器じゃないの。神の力などはるかに凌駕する我が妖力、ここで存分に味わうがいい。あの笛じゃないよね。なんだこいつ、当たんねえこれどうやって倒せばいいんだ。いてて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 、うぎゃうぎゃうぎゃ、いやー、なにこいつ、待って待って待って、これな、これこれこれなにこれ、はは、いやー、どういうこと、全然ダメージ与えれてないよね。でこれ何なの、雷落とせばいいとか、そうじゃなくて、痛いよわかんないよ、あーほら雷出てる、こういうことじゃなくて、なんだ今筆みたいの出てきたぞ、あーどういうこと、なんだこれ、あーあー、なんだなんだちっちゃい姉ちゃんいっぱいいるぞ、あー、こちら倒せばいいの、いてててててて、うっぜー、ちょっと待った待った待った、なに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 、いった、いやでも多分そうかもしれん、なに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 、え、向こうも筆技使ってくんの、なんか使ってきたよね、ほら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 、え、どういうこと、いやー、もう一回もう一回、いてててて死んじゃうよ、あ、来た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 、雷どこ、あ、雷、あ、いた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 、こう、よし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 、いや、合ってんのかな、いやー多すぎなんだよな、一戦とか来たんの、いや死ぬ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 、待って、アイテムアイテム、道具、真骨頂でいいか、もう一個使っとこうか、よしよし、1、2、あ、尻尾が減ってる、よしよしよし、雷雷、わ、なんかバッテンやってきた、なんだバッテンってほい、よいしょ、一戦、何バッテンって、よ、一戦、よし倒した倒した、あとこいつか、オッケー、あとは、あとどこだ、お、全部倒した、これで攻撃が、はい、痛い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 、入るようになるかな、一戦、あ、無駄だ、いやー、なんだこいつの攻撃、あ、なんかサイアウトしちゃった、お、これでまたこうかな、
よし。ほい。一線。無駄。雷どこ？よ。ほい。これ効いてんのかな？あ、これ入るね、一線。よしよしよし。もうちょいだぞ。よし、これで倒せんじゃない？いいねいいね。神器草薙の剣を手に入れた。九尾の屍からよみがえり試験、新緑の刃を持って悪鬼を断ち切る。卑弥呼の敵アマテラスは執念で大妖怪九尾を討ち取った。大きな獣に姿を変えて横たわる九尾の正体、それは邪気を募らせて妖怪となった古狐じゃった。ともかく主を失った鬼ヶ島は音を立てて崩れ、死者への手向けのように花となって大海原へ散っていった。そして海神水流に変化した龍神族の長乙姫も大丈夫か？生きてる？その役目を終えて無事竜宮へと帰っていったのじゃった。あ、よかったよかった、生きてたね。じゃが九尾から外れた奇怪な面は宙でたちまち真っ黒な容器に姿を変える。そこには退治したばかりの九尾の怨霊に加え、九尾に己の力を捧げた妖刀金釘の怨霊の姿もあった。二つの怨霊は絡み合うように空中でうねり、遥か北方の地へと飛び去っていった。オロチの体から現れ出た怨霊は全部で4つ。九尾たちの怨霊は残る仲間のもとへ向かったのじゃろうか。それとも九尾が残した忌まわの言葉、闇の国の君主常闇のスメラギ、その禍々しい名前の示すものが北方にあるのじゃろうか。押し寄せる闇の気配にアマテラスは武者震いを禁じ得ないのじゃった。そしてアマテラスと旅を続けてきた小さな妖精イッスンもその心に変化をきたしておった。すべての筆技を目に焼き付けたら旅は終わりと言ってはばからない一寸。残る筆技をあと一つに残した今、なぜか顔を曇らすのじゃった。で、俺って書いてあるよね。これ書いてんのもしかして一寸なのか。とにもかくにも二人が目指すは極寒の地で待つ次なる妖魔。まだまだ冒険のお話は続くんじゃが、お後は次の。あまこ、楽しんでる場合じゃないぜ。九尾を倒したところで卑弥呼姉は帰ってきやしねえけど、一丁弔いの雄たけびでその魂を送ろうじゃねえか。いや、ほんと続くね。梅、梅。ここまでのお話をもちろん記録する。うわっ！やあ、アマテラスくん。もしかして鬼ヶ島で狐退治でもしてきたのかい？
でもその様子じゃいろいろと苦労してるみたいだね。いやこいつも結局よくわからんしな。キツネくんはそんなに手ごわかったかな。あはは。てめえ、ひみこ姉が死んじまったってのに、よくそんな能天気でいられるもんだな。ふふ。ゴムマリくん、意外にめめしいことを言うじゃないか。女王ひみこの行いはすべて覚悟の上。それはアマテラスくんだって納得づくじゃないのかい？何を？とにかくおいら、今はお前の顔は見たくねえんだ。さっさとどこかへ行っちまいな、このインチキ野郎。これはこれは、ずいぶんとご機嫌斜めだな。そんなに怒ってたら、空のお天道様も悲しむよ。いや、天気めっちゃ悪いけど。ほら、言った通りだろ。あの雷は信州平原の北の方からだ。まさに風雲急を告げるといったところだね。アマテラスくん、ミーも忙しいからそろそろ消えるけど、とりあえずこれだけ言ってもいいかい？電撃ビリリで入り口オープン。ふう、やっぱりこの予言をしないと落ち着かなくてね。ついでにユウたちのマップに印をつけちゃおうかな。あ、ありがたい、ありがたい。ああ、どこ？丸？うん。勝手に何しやがんだい。だって、どうせそこへ行くつもりだったんだろう。キツネくんの体から湧き上がった。あの容器の向かった先へね。お前、何を企んでやがるんだ。ふふふ。久しぶりに予言も楽しんだし、この辺でおいとましようかな。それじゃあ一瞬でバイバイ。いや、ほんと一瞬だな。で、なんだって？どこ行くって？中津国、信州平原。ま、とりあえず、こいつで話しかけてみようか。さっきの見た？鬼の顔をした島が花になって散ってったよ。嵐でも来そうな天気だったから一度家に帰ったんだけど、不思議と怖い感じがしなくて戻ってきたんだ。そしたらあんな綺麗な瞬間を見られて、いやー運がいいな。どうしようかな。ちょっと過去に戻ってやってないこととか、ちょっといろいろやってみようかな。あとね、ここら辺もまだやってないこととかいろいろあるし。わー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 。とりあえず、お地蔵さんに花を添えるやつやってこようかな。あ、いた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 。まだできてないか、もしかして。次の作品の完成にはまだまだ時間がそうなんだ。もっと先に行かないとダメってことだ。はい。でね、一番最初の村に戻ってきたんだけど、なんかね、ここの奥にね、スサノオがいるらしいんだよね。あれ？昨夜出てきちゃった。おう、我らが地母、アマテラス大御神。世を蝕むもののけどもは、その力を徐々に増しますゆえ。この先、何とぞお気をつけくださいませ。それから、さいの目がよみがえるたびに、神木たる我が身に身が一つなります。その身は、さいの身と呼ばれる、ほうがの果実。
そのうちに御元へ捧げる宝物を忍ばせたれば、さいの目をよみがえらせたもうた折には、ぜひこの神木村を訪れ、これをお取りください。なんかそこでモニョモニョ言ってる身のこと言ってんのか、ハテナみたいなの書いてるやつ。御元の旅路にささやかながらお力添えできることでしょう。あなたに花の花の守りがあらんことを。かわいいなあ、咲夜の姉ちゃん。髪の木の花落ち、中身は開けてのお楽しみかい。咲夜の姉ちゃんの危険な果実、遠慮なくいただいておこうぜ。危険なの？とりあえずなんかこの先にスサノオたちがいるらしい。ちょっとコメントでね、教えてもらったんだけど、いるんか？いや、なんか奥に行っても誰もいなかったんだけど、もう過ぎちゃったのかな。とりあえずちょっとこれを切り落としてみようか。ほい。九谷焼きの大皿。はい。数々の工程を経て焼き上がった皿。描かれた上絵は息を呑む美しさ。それと、あとこれね。水晶。はい。あとは？見えない見えない。よっ。この二つか。二つとも下ろせるか。あ、できた。牛の角飾り。黄金の桃。はいはい。これで全部取ったか？見えないんだよな。こうすればいいか。もうない？ないね。じゃあスサノオどこにいるんだろうな。ここらってここじゃないのかな。よいしょ。ここにいるぞ。シナダ。シロちゃん、今日も元気そうね。